銀閣寺庭園東山文化期に和室や枯山水が様式化された。佐藤良安寺石庭東山文化は室町時代中期の文化を指す用語。八代将軍、足利義政が築いた京都の東山山荘を中心に武家、公家、禅僧らの文化が融合して生まれたとされる。自称寺銀閣は東山文化を代表する建築である。王仁の乱以降、 戦乱に明け暮れる世の中になったが、一方では、脳、茶道、可道、庭園、建築、レンガなど多様な芸術が花開いた時代で、それらは次第に庶民にも浸透し、今日まで続く日本的な文化を数多く生み出した。また、京都が戦火に見舞われたことで、多くの文化人、知識人が地方の守護大名のもとへ身を寄せたため、文化の地方伝播が進行した。 貴族的、華麗な足利義満の北山文化に対して、有限、詫び、サビに通じる美意識に支えられていると評される。歴史学で昭和初期から東山時代という用語が使われるようになり、東山時代の文化の意味で東山文化という用語が生まれた。後にこれと対比して北山文化という用語も生まれた。当時は南朝が正当とされていたことから、 室町時代のことがなかなか正面切って論じられなかったという背景もあったようである。しかし、東山文化がいつ始まりいつまで続いたか区分が明確でないことや、吉持、吉則の時代が無視されてしまうことへの批判、前週の影響や下文化と武家文化の融合など共通性が多いことから、今日の歴史学では両者を合わせて室町文化として論じるのが、 一般的であるという、ありがとうございます。